はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はこちらの2周年記念スペシャルガチャを引いていきたいと思います。ちょっとガチャ動画は連続になっちゃうかな、でもまあこちらのね、2周年記念で、ガチャの方からなるみゆうとか、出るような形になってます。まあパワチャレのね報酬にもなっているんですけれども、まあガチャの方からも、排出されてますというところで、ちょっとバナーキャラは多めかな、ルナさん、星空星光くん、みゆちゃん、のうみさん、虹谷、野球マン1号、まともざわで、なるみゆうとですね。で、4回目で、バナー PSR が1枚確定してるんですけれども、ただね、ちょっとね、野球マン1号がね、もうすでに PSR プラゴがね、完成してるんですよ。まあ、ただバナーキャラはね、それなりに多いので、まあ、もちろんね、なるみゆうと欲しいんですけれども、まあ、例えば虹谷とかがね、来ても、虹谷の PSR が、開放できるような形になるので、10連の方は4回引いていきたいと思います。あ、そっか、5回目があれか。普通にバナー SR1 枚確定なのか。まあ、5回目あたりまでちょっと引いていきますか。と、あとですね、チケットの方、アニバーサリーのチケットの方がちょっとありますので、そちらも、使っていきます。で、タンガチャは、5回。1回目で PSR 補助券がもらえて、5回目までは一応バナーキャラが、確定なので、タンガチャ5回と、10連5回といったところかな。まあ、それをやっていきましょう。じゃあまずタンガチャからいきます。これはねパワーストーン1個で引けるんで、パワーストーン1個の奇跡とかね、うん、ないね。でも100人引いたとしたらさ、3人くらいは SR が出るっていうことだからね、うん。補助券がもらえましたと。じゃあタンガチャ2回目いきましょう。野球マン1号はねもうちょっといらないんだよね、正直。うん、と言ったら出る。まあその分ね、普通のね葵ちゃんを食わせちゃったんで、普通の葵ちゃんはね、まあ、そんな頻繁に使うかって言われたらあれなんだけど、全然解放してないですね。プラゼロです。よし、のみさん。のみさんは今確かプラ3だったかな。で、4回目。まあ、SR は出ないかな。今のところ R だけしか出てないんですけど、一応なるみゆうと、まあ解放用、最悪大丈夫博士像もね、状況によっては突っ込んでいこうかと思ってます。まあ、タンガチャはこんなもんですね。星空星みつくんと、じゃあ、10連の方に行きましょう。初回に関しては、バナ PR 確定で SR の出現率が2倍となってます。お、普通にポンが来たね。これは悲しき結果になりそうだけど、あ、入ってた。最後の一つに望みをかける。いいね、虹谷の PR。 おおお、ここはかなりいいね、 PR に関してはね。お、チユちゃん。俺実はチユちゃん持ってなかったんですよ。今更っていうのはありますけど。まあ一応初キャラなんでね、チユちゃんの PR もやっとこれで消化できるかな。じゃあ20連目ですね、いきましょう。で、ここは単純に SR1 枚確定と。まあ、ピックアップキャラが多い分、それなりにピックアップキャラが出るのかな。ひじりちゃん、ピックアップキャラ出ないね。 SR に関してはピックアップキャラが出ない。ミサちゃんの PR がある、いいね。うん、といったところか。まあここはまあまあまあ、ひじりちゃんがねちょっと最近やっぱり火力不足なんで、もう使う機会がほとんどないですね。じゃあ3回目、ここはバナー SR 確定なので、まあ、ただね、ルナちゃんとかね、まともざわくんはもうすでに SR のプラゴになってるんで。お、2つ。
まともざわかルナちゃんかもうよりによってお二人、まあ、ここでねただ PSR まともざわ PSR ルナちゃんとかが来てくれれば、まあ、開放用に使っていけるので、では4回目ですね。ここはバナーから PSR1 枚確定というところになってますので、ここが結構勝負ですね。まあ、二次演出のそうですね、全部来てますね。まあ確定なんで別におっていう期待感はないですけど、ここも2枚入ってますね。よし来たー、これはマジでパワチャレ頑張りたい。パワチャレ頑張って解放したいね。なるみくんはねマジで、あ、しかもなるみくんなるみ祭りだな。別に祭りってこと出てないけど、これはちょっとガチでなるみ狙いに行こう。いやーよかったね、もう結果良ければ全てよしじゃあ結果が良ければいいか、終わり良ければ全てよしみたいな。5回目も引いていきましょう、このままの勢いで。ポンとルナちゃんとねマトモザワ君がちょっと余っちゃった感じだけど、結構2つ出してんね。おお、なるみいいね、ここに来てなるみくんがだいぶ出てるね。マトモザワでガッチャはこんな感じです。いや本当にね PSR のねなるみくんは嬉しいですね。であとチケットの方なんですけれども、ちょっとイベキャラボックスが満帆になってるので、ここはちょっとイベキャラボックスを整理して、また引いていきたいと思います。はい、じゃあちょっとボックスを開けてきたので、今回はねあのアニバーサリーチケットの方をちょっと消化していきたいと思います。特選チケットの方はねちょっと数がいっぱいありすぎて、 PR 特選チケットとか16枚からね、でこっからまだ走るんでどんどん増えていくと思うんで、今回はアニバーサリー12枚ですね、全部で A と S、 一番しょぼいやつはもう使っちゃいました。なのでまずはアニバーサリーチケット A、 てかアニバーサリーチケットってさ誰が対象者なんだっけ、もうそれすら全然わかんねえわ。で虹が出てもそうこうやってあの金レドとかがね確か出てくるはずだから、あんまりね期待しすぎるとあの悲しい結果になるんで、この虹玉もね結局ゲドウかよみたいな、あ神高とかいるんだ、ほらゲドウほらゲドウ、あ振り袖みやび、あ振り袖じゃないかこれ、普通のみやびちゃんか、まあ、みやびちゃんは振り袖みやびちゃん用の解放に使っていきましょう。あと振動もね俺まだ固有を解放してないんで、そうかまあ解放用だね。であとはアニバーサリーチケット S、 これ何が出るの、これゲドウとか出るんだっけ、まあ、いいやもう3枚一気に引いちゃおう。もう全然わかんないわ、振動とか出るっていうのが分かったけど、一応全部虹玉だよね。ゲドウとか出たら悲しいんだけど、あ神高、あサトリちゃんのユニフォーム、アンドロメダ大西、まあ、ここら辺はまあ神高くらいかね。という結果で一応 PSR のなるみくんが手に入ったんで、まずですね現在のパワチャレの状況ですね。ちなみにあの今ゴールデンウィーク中日平日の2日で、ここはもう俺も普通に仕事があったんで、まあ、ちょっとあんまりできなかったところはあるんですけど、一応今119位まで押し出されましたね。昨日の段階で、一応60位くらいまでやって寝て、仕事が終わって、今ちょっと23時っていうところなんですけど、後半のゴールデンウィークはもうほぼ予定がないので、ガチで走ります。で PSR の鳴海優斗を、解放させていきたいんですけど、ちょっと鳴海くんの性能も見てみましょう。一応 PSR はもうあの引き出してきたんで、まずはテーブルですね。テーブルの方が、固有がね40のキャラになります。で、一応固有40まで解放できれば、通常のタッグ70に、固有のタッグが乗るんで90で、技術ボーナスが8あります。でさらにコツの経験点アップが、ついてて、一応得意練習率アップも 10% ついてます。で、そうか、あれか、得意練習が、野手と投手の、2種類キャラで、メインが投手なんですよ。なんで、シラスでね、永久期間として使えるので、シラスでね、かなり
なんていうの、その青骨で役立つキャラになります。ただ、野手の時は、上り竜がね不確定なんですよ。で投手の金徳はミスターゼロで確定なんですけど、野手の場合は不確定なんで、そこがちょっとネックかなと。で PSR は、50までいけるんですけど、40以上に解放するとね、PSR なんで42っていうのがあるんですけど、練習効果アップがつきます。で50になると、あのこのね脅威の練習効果アップ 30% がつくので、まあ相当強いキャラですよね。あと一応なんだっけ、コツを見ていくと、まあ、キレ、牽制、勝ち運と、ちょっとまあ牽制、勝ち運が微妙かなっていうところはあるんですけれども、まあ、キレを持ってるというところで、他のキャラと組み合わせやすいかな。神楽塚くんとかとね、組み合わせやすいキャラにはなってると思います。でオリジナル球種のねランブルフォールがあるんですけど、これは覚えられないですね。でちなみに野手は、何もないんで、そのまま経験点になってきます。そうだね。で一応走んなきゃいけないので、多分ゴールデンウィーク中はね自分の動画は多分ほとんどアップできないと思うんですけど、一応この PSR40 まで上げて、まあ、シラスで1回使った動画をちょっと上げてみようかなと思ってますので、まあ時間がある方はぜひ、見に来てくださいというような感じで、今回は PSR 鳴海優斗くんをね、手に入れることができましたので、まあかなり満足ですね。大事に育てていきたいと思います。じゃあ最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターの方、フォローしていただければ幸いです。